ということで、今日はサマオマテリア、特別編ということですね、真っ裸特別編ということで、よろしくお願いします皆さん、はい、真っ裸の皆さんです、はい、来てますから、はいはい、ということで、今日はですね、もう週のね、お二人にですがっつりと言いたいところなんですけども、今日は韓国お二人にお話をお伺いしたいと思いますので、はい、はい、すいません、じゃあ韓国お二人、じゃあこっち来てください、はい、じゃあ行ってきます、はい、やな怒ればいいんじゃない。はい、ということで、はい、あ、いや、大きめの声の方がいいですよ、ね、うるさいやな、すいません、そうですね、はい、はい、ということで、改めましてよろしくお願いします。お願いします。はい、ですね、めっちゃテンション高いな。さすが今日初日やね。もう気合入ってるもん、初日直前なんです。でだってね、もう何日も前からある意味盛り上げる意味もあるけど、盛り上がってるからそれガーって出してるみたいな感じでツイッターで思い切り当てました。いや、もう今日で多分1回こういくしか言うなや。まあ、昨日もね、前日で前夜祭で盛り上がったりとかして、盛り上がってましたけど ね、はい、残念ながらちょっと私は行けてなかったんですけど、いやいや、はいはい、いやいや、今本当にこの元町がすごく盛り上がってる状態になってると思うんですけども、でその元町を盛り上げてる、この二人っていうのは、映画真っ裸でね、はい、元町映画館が企画、まあ、配給をやってるという、非常に稀な映画なんですけど、はい、はい、まあ、その、まあ、ダブル監督っていう感じです。そうですね、はい、でダブル監督、で共同脚本なんですかね。まあそうですね、はい、のお二人でございます。はい、ちょっと自己紹介をお願いします。はい、じゃあどうぞ。はい、映画監督やってます、30歳安楽亮です。よろしくお願いします。よ、はい、はい、映画真っ裸の監督やってます、片山亮、来月41歳です。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして今日司会やってます、一応映画も撮ってます、で日浦明宏です、今月51歳です。はい、あ、今月おめでとうございます。いや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 、もうなんかしないけど3、4、5みたいな感じでね、ちょうどいい感じで並んでる感じなんですけども、はい、何のこっちゃ、はい、ですね、いい言葉ですね、何のこっちゃ、何のこっちゃ、一回締めれるんですね。そうそうそう、なるほど、関西の言葉にはいろいろそういう言葉があるんで、はい、拾っていってください、ぜひ、はい、はいはい、で、ですね、僕もね、まず聞きたかったのは、はい、ね、最初のオファーはオムニバスで短編をお一人ずつ撮ってくださいみたいな話だったんですか。それをオムニバスで書けますみたいな話だったんですね。はい、でそれが、逆にお二人で長編撮らせてくれみたいな話になったっていうふうに、一応安楽亮、片山亮、石田亮から一応聞いてるんですけど、はい、はい、どんな感じで盛り上がってそういう話になってたんですかっていう背景をまず聞きたいなと思います。いや、俺です。どうぞ。ツッコミ待ちみたいな。いやいや、元橋さんの方から、まあ、その企画があって、はいはい、それで、まあ、僕らも元町映画撮りたいっすよって話もしてたし、はいはいはい、でそういう企画があるんで、どうですかってなって、ああ、ぜひぜひっていう話をしていて、でその時からまあ共同で、やろうよっていう話。もうその時から共同でやろうって話になってたんですか。多分もう最初からなんかそんな話をしてた気がする。もらった時にその話はした気がします。なるほど、なるほど。で、うん、もうなんか短編じゃ収まらんよねみたいな。あ、いや、でも もっとあっさりしてるんですけど。あ、そうですか。短編の企画ってはもちろん知っているんですけど、僕自身が長編でしかやる気がなくて、で安楽に、短編でやるのって聞いたら、長編でいいんじゃないですかって、特に短編をやるつもりないですっていう、あ、ほな一緒やねっていう。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ長編でやろうって。最初からだから短編の話やったけど、2人とも短編のつもりがなかった。なかったですね。なかったですね。ははは、なるほど。言ってもお二人あれですよね、東京ですよね、東京です、そうです、関東ですね、はい、でだからその元町さん そのお声掛けでもう長編撮ったろって思ったっていうのは、なんかその元町さんの思い入れとかあったりとか。元町にはもう僕も片山さんも、うん、
自分の監督作を、うん、僕は2作公開してて、片原さん1作公開してて、自分はなんか元町映画館で「一人のダンス」っていう映画を1週間公開してもらった時に、はい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 、初めて地方で公開してくれたのが元町映画館。なるほど。自分の映画を地方公開初めての場所が元町映画館で、あだったら1週間舞台挨拶したいっていう話を元町さんに言ったら「大丈夫です」って言われて、って言ってもまあ当時3年前で全くお金もなかったんで、うん、車中泊しか案がなくて、はい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 、車中泊しながら舞台挨拶を1週間続けようと思ってやってたんですけど、はい、そしたら車中泊日記が出てましたね。そう、日記今出してるんで、日記出してるんでノートで、初ノートで、初ノートでこれで引退ですけど早いんだよ。でそんなこんなで、その1週間の中にも片山さんも3日間くらいずっと一緒にいて、はい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 、いろんなとこ行ってお店行って宣伝して回って、うんうんうん、はいはい、まあ、最初の3日間は変な話、もう片山さんが全部やってくれてたんですけど、そんなことはない。最終的に1人になっちゃった僕も宣伝に回って、はいはいはい、1週間過ごしていっぱい友達ができたんです、ね、はい、シンプルに言うと、はいはいはい、で最終日にお客さんがいっぱい集まってくれて、うん、でなんかそういうこんなで元町にいろんな知り合いができてしまったんです、はいはい、映画の公開通して、はいはい、映画見に来てくれるっていう、はい、それでもう撮れる環境があるんです。なるほど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 。え、ほんならもうその頃に知り合った人らのお店とかをこう全部そうです。ああ、全部そうです。全部そうです。ポエムとかね、ポエムもそうですし、ね、はい、本当に食いに行っただけですから単純に2人で行って、たまたまポエムなんですけど、ポエム僕の、知り合いも、マスターと知り合いで、あ、山崎さんです。で、何、一回僕もその後、レゲエアーティストなんですけど、その後の、なんていうプロモーションビデオを撮るのに、カメラ回したことあるんです。おお、そうそうそう、ね、だから元町結構いろいろ歩いてたりとかして、あと高架下でいろいろ撮ったりとかもしてるので、はい、で僕も見ながら、おあそこやんって見てて、そうそうそう。でもう一つ言うと、僕も一作目は元町映画館なんですよ。あ、そうなん、神戸舞台の映画を撮ってて、で元町で撮らせて、お願いしますって言って、元町っぽくないけど、まあ、神戸の映画だから応援しますわってかけてもらって、で1週間ずっとね、上映前1時間ぐらいずっとビラ配りして、はい、だから よくわかるんですよ、元町の人ってめっちゃあったかいんですよ。めちゃくちゃあったかいです。ね、本当ね、ビラ配りで来てくれた人がすごいたくさん、半分以上は多分ビラ配りちゃうと思う。いや、マジで町で会って映画やってんすよって言ったら本当に来てくれる。そう、本当に本当に。で、出る時に監督ありがとう、よかったわ言って出て行ってくれるのものすごい嬉しくて、もう大好きな町なんですけど、はい、いい街ですよ。ね、すげえいい街ですよ。本当に本当に。褒めるあれじゃないですか。いや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 、めちゃくちゃいいですね。いや、それはね、何、ゲリラ撮影であんだけ撮影させてくれるとこですからね。何にも言われたことない。本当に何一つ言われてない。何一つ言われてない。ねえ、ねえ、いやいや、もう何やろ、ほら、いつ行っても歩道橋真っ暗とか。昼間やのに真っ暗。どうやってライト当ててんねやろと思いながら見てましたけど。レフ入んのかとか見てたりとかしてて、いや、でも本当に何やろう、そういうなんか街、まあ僕も思い入れのある街ね、舞台に撮っていただいてたのすごい、僕もある意味嬉しかったっていう、はい、はい、久々に元町を満喫させていただいた映画っていう感じでした。ああ、嬉しいですね、はい、それ嬉しいな、はい、だからちょっとした路地のところとかね、いろいろあるけど、そういうのってほら分かってる人が見たら、あそこの路地やん、何々屋さん映ってるやんみたいなのって絶対あるんですよ、はい、確かに俺ら気づかないレベルで多分みんな気づくんでしょうね。そうそうそう、めちゃ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 あると思う。ああ、ここになんか思い出があるみたいなことあるんでしょうね。いや、それはもうだって元町映画館の思い出だけでもみんな多分すごいあると思うんですよね、はい、当然ながら元町映画館に来る人らが見られるとしたら映画館そのものにも思い出あると思うんですけど、はい、その周辺って言うたらもうみんなご飯食べたりとかしたりね、確かに、いろんな思い出がきっとある、映画というか、まあ、街だと思うんですけど、そこを舞台に撮ってて、しかもなんか日常を切り取ってるっていうかね、そういうコンセプトだったので、より近しく感じるんじゃないかなっていうふうには思ってはいたんですけど、ちなみにその何でしょう、その本最初書かれたの片山さん、片山さんです、はい、この物語の
その腰っていうのはどういうところから思いつかれたんですか。まあ、あの、あんま明るい話じゃないですけど、うん、大好きです、まあ、はい、じゃあ、ちょっとですね、場所移します。あそこ行きます。せーの、やっ、よし一人だけ歩いてきやがった。マジかよ。はい、ということでですね、おはようございます。はい、ちょっと場所を移しましたけど、ここはどこかというと、はい、どこなんでしょう。どこでしょうか。真っ裸ロケ地ですね、になります。はい、はい、あの旬の旬の家の前あたりですね。前あたりです、はい、あのデッサンが書いてたところね。そうです、はい、そうです、はい、そうですね、はいはい、そういう言い方だったら全然大丈夫なんで、はい、はい、ということなんですけども、はい、はい、まあ、今日はロケ地巡りながらね、ちょっと映画のお話をお聞きするということで、はい、また2つ目のロケ地に来てる感じなんですけども、で先ほどの質問ですよね。そもそも脚本、この流れの脚本というのはどういう経緯でこういうふうに、書かれたのかっていうところですね。はい、去年の5月に最初の稿というか初稿を書いたんですけれど、はいはい、まあ、去年の5月、まあ、緊急事態宣言下で、はい、そんな中で、まあ、元町さんのこう企画をこう書くっていう中で、やっぱりその時の自分の気持ちっていうのがすごく反映はされてしまってるんですけど、一番に感じたのは、やはりその当たり前だったことが完全に当たり前ではなくなってしまって、こんなにも当たり前なもんってすぐなくなっちゃうんだなって思った時に、うん、じゃあ当たり前って何なんだろうかっていう、そもそも当たり前って存在するのかとか、けど大事なものでもあったりとか、けど大事じゃなかったりとか、うん、そこが何なんだろうっていうのがあって、あの、もうという意図のもとで書き出したのが最初ですね。はい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 、だからあの物語でも前半の一番大きなそのクエスチョンというかっていうのが、やっぱりその当たり前って何なんだっていうところになってますもんね。そうですね、旬もそれをずっと問いかけてる感じになってて、そうですね、はいはいはい、ですよね、はい、でその後、まあ、安楽さんも意見が入っていってみたいな感じになってるんですよね。本当に最後の方、最後の方だけ。そうですね、だから経緯を話すと、うん、5月に一度本を詰めて、はい、本当は夏に撮りたかったんですけど、そうそうそう、ああそうなんだ、そうけど、だから夏子だったの。それは一旦置いときましょう。置きましょう。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとぶっ込みました。でもそんな大したあれじゃないんですけど。あ、そうなんですね。まあまあ、で、本当は夏に撮りたかったんですけど、はい、まあいろんなことがこう重なっていて、で、まあコロナの状況も見えないとか、まあそういうこともあったんで、まあ一度ちょっと止めましょうかっていう話をして、はい、で一度、まあその時にもう津田さんと、柳谷さんの出演は決まってはいたので、はいはい、まあ、彼らにも、話をして一度止めますと、でちょっと時期をまた見て相談させてくださいっていうふうには伝えていて、はい、で僕と安楽の中では、冬に、うん、撮ろうというもとで、また11月の前半ぐらいに、うん、一度 3校か4校ぐらいまで詰めた本をそこでもう一回出してきて、うん、またそこで詰め直して、うん、でこの間グループラインがあるんですけど、我々の、はい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 、グループラインをちょっと遡って見たんですけど、11月17日でしたね。17日、はいはいはい、11月17日に、はい、キャスト2人に対して、はい、おそらくとんでもなく本が変わりますっていう。おー、そんくらい。そうそうそう、11月17日だったね。はいはい、あの一度津田さんに、あの、まあ、津田さんはここの在住、はい、出身在住の方なので方言を書いてもらわなきゃいけないので、はい、なるほどなるほど、方言に一度セリフを直してもらって、はいはい、でさらに、イントネーションも、はい、テープに吹き込んでもらうということをやっていただくんですけれど、はい、ああだから方言指導彼女がやってたんですね。そうです、なるほどなるほど、はいはい、でその津田さんの作業がちょっと進んでた頃だったので、なるほどなるほど、本当にごめんなさいと一度一回止めます、はいはい、で本がちょっと大きく変わる可能性があるのでお待ちくださいっていうふうに書いてあって、だ多分その頃に、
まあ、なかなかなんかそれまで、あ、これでいいね、行こうね、行こうねって言ってたのが、安楽は突然返事が鈍るようになって、ただ僕の印象ですけど、鈍った。で、いや、なんか違うんすよねみたいな感じになってきて、で、もともといた安楽が演じた吉田という役、はいはいはい、この吉田がキーを握ってる気がするんですよっていう風に、もっと違う、まあ、友達のキャラクターではあったんですけど、はいはいはい、そのもうちょっと描き方は違った、あんだけ今の映画ほど、うんうん、出てこなかった、いや出てはくるんですけど、参入の仕方が全然違ったので、多分2シーンとかでしたよね、あれそんなもんだったっけ、うん、飲み屋1回と飲み屋1回で2シーンちょびっと出てくる、あれもここで出てきたでしょ、ここでなんか、それまだその先ですよ、出てきた、あ、その先か、うん、そう、なんか本当に俺2シーンだけだと思ってました、あ、じゃあそんなもんだったのか、うん、だからあれなんですよね、その吉田って役が結構ほら、あの、ぶつけていくじゃないですか、あの足を止めてて歩こうとしない俊に対して、何してんのってずっと問いかけていく役だったんで、 ある意味非常に分かりやすい、うんうん、分かりやすいし、その、最初がね、セリフあんまないんですよ、はあはあ、絵で見せていってるんですよ、でだからずっと単発のセリフとカットだけでつないでいってて、え、これなんなんやろ、なんなんやろみたいな感じで見てるところに、その吉田がなんかお前って言ってバーンって言っていってくれることで、あ、そういうことかみたいなのが分かっていくみたいな流れになってるじゃないですか、はいはい、だからすごいなんか なんて言ったらいいかな、ストーリーテラーではないんだけど、回しをやってんねんなっていうのはすごい思ってたんですね、あ、そういう印象なんですね、なるほど、はい、ではない。いや、それは解釈なんで。全然。いや、僕はでもだからそういう意味で、ある意味演劇的でもあるし。まだほぼ感想が出てない映画だから新鮮なんですよ。ああ、なるほど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 。なるほど、はい、まあ僕全く外部ですからね。はい、そう外側から見てるんですから、ね。そういう感想初めてくらい。そうですね。だからほら、よく演劇とかではあるじゃないですか、なんか。なんか別な存在がいて、そいつがなんか主人公に向かって問いかけていくみたいな、はいはい、それに対して主人公が何か答えようとしたり答えようとしなかったり、いろんなリアクションしていくっていう、リアクションを取らせるための存在っていう、だから吉田がちょうどその存在やなと思って僕はずっと見てて、そうなんだ、だってキーポイントって絶対出てくるでしょ、まあ、いやいや出てきます、だってある意味脈絡なく出てくるじゃないですか、あ、そう登場の仕方が全く脈絡ないというか、本当に脈絡ゼロですよ、でしょでしょ、だから旬がなんかこうぼーっとしてるところに声でいきなりインで入ってきて、なんか何やってんだよとかっていうのをずっと言い続けてるみたいな存在だから、うんうんうん、そうですね、だから結構あえてな感じだったのでしょ、でしょ、ですよね、だからすごいなんか脚本作っていく工程を、だから僕も脚本書くから見ながら、どういう工程でこの脚本になってってんやろっていうのをすごい興味を持ちながら見てたんですよね、うんうんうん、面白いんですよ、だからその組み方が流していってないから、絵で見せて問いかけていくだけの作品はいっぱいあるんですけど、その間に、そのあれ主人公に問いかけるっていうよりは、あれはもうはっきり言って観客に向かって、まあ、情報も与えてんねんけど、観客に向かって問いかけてる部分もあるんで、でしょ、だから制作側の意図としてお前たちはどうなんだっていうセリフに全部なっていってるから、それをこう受けてるこちら側として、だからこの人どういうキーパーソンなんやろうみたいな、でも全然ほら夏子の方にはあまり絡んでいかないじゃないですか、そうですね、だから完全に2つのパートに分かれてて、最初はそうです、ね、夏子パートと旬のパートっていうのは全く交わらなくて、うん、クライマックス手前のところで初めて交わるけど、そこまで一切交わらないじゃないですか、だからそこまでなんていうの、全体を引っ張ってるの多分吉田なんですよね、はあ、新鮮、マジ新鮮、なんか俺映画評論家みたいになってるんだけど映画解説者みたいになってるんだけど、日原さんは、うん、どこに感情移入を一番するって言われたらどこなんですか、あ、俺でもね、それで言うんなら片山さんの役か、うわ、やっぱり来た、やっぱちょっとね、ある程度の年齢を境に試写でもそうだったんですよ、この関係者で試写をやったんですけど、うんうんうん、なんかこれどこまでネタバレがいいものなんだろうそこまで言わないようにしますああ、そうかそうか、はい、大体
その年上の方たちも多かったんですね、はいはい、関係者が。いや、ていうかね、感情移入をしたというより、その、それは分かれへんよな、こいつって思ったんです。ああ、やっぱそこなんだね。だって、情報がないから。はあ、はあ、だって、その、夏子の表現というか、まあ、これ、表現するんですよ、どっかでっていうだけの話なんですけど、はい、それはね、あれはね、かなり唐突だったので。ああ、そうなんですね。あのマスターにとっては唐突やったと思うんですよ。はははだって何も情報なかったじゃないですか、はいはいはい、まあ途中でいくつかクエスチョンは来てたけど、はははでもそれも弱いクエスチョンがいくつか来てただけだから、多分分かれへんよねこれやったらっていうのは思いましたよね。へえ、若い人たちは誰に行くの？若い人たちは、うん、若い人たち誰なんだ。いや俺ね、あんまりそこの意見まだね。若い人たちは多分夏子です、ね、そうそう、でも夏子が一番多いのは確かにそうですね。で、謎に女性割と僕ですよね。そうそう、女性は引きずるっていう吉田好きが。ああ、そういうことか。非常に多い。あ、そうか、そうか、ツッコミやからね。はいはい、なるほどね。吉田一番ネチネチしてないからだと思うんですよね。なるほどね。俺がのイメージですけどお前意外にしろやってずっと言い続けてるだけですからね。4人、ほぼ4人しか出てこないじゃないですか。大橋さん5人の中で、吉田がそうやってめちゃめちゃ語られる役になっていってるんですけど、まあ僕も書きながらそうなってってんなと思いながら書いてましたけど、一番少ないんですよ、あの4人中。出演回数がね。出演回数が。あ、そっか、そうですね。夏子が一番多くて、次旬で、僕で安楽なんですよ。ずるいよなっていやいやいや、いや俺も書きながら思ったんですよ。わあ、むちゃくちゃいい役だな吉田ってっていう。俺はむちゃくちゃいい役だなと思いながら、はいはいはい、まあその安楽の意見をもらった後に、はいはいはい、もう書き直したりしてるんで、そうですね。でもね、なんていうやろ、シネマ、僕番組一緒にシネマコミュニケーターの高橋博之さんっていう、はいはい、高さんと一緒にやってるんですけど、はい、彼がポロッと言ったのが、片山さんの役ちょっとなんかかっこ悪いよね今回って。いつも片山さんかっこいい役しかせえへんのに、なんか今回かっこ悪い役やんねってポロッて言わはったんですけど、俺はそれを聞いて、いやちゃうやろって、かっこ悪いんじゃなくて、要は世のその男の代表やから、あれはって。あ、やっぱそうなんだ。やっぱそう思った。いや、だから男性がその女性に対して可愛い可愛いっていうところを、要は表面的なところを見て付き合ってるみたいな、そういう男性の代表みたいなもんじゃないですか、はい、だからそこを代表してんねんから、そのかっこ悪いとかかっこいいとかじゃなくて役者なんだからそりゃそうでしょっていう話で、かっこ悪く見えたということは片山さんが演技力あるっちゅうことやねんっていう、いう話をしてたんですけど。でも僕脚本的に横山って僕がやった役の置いた場所っていうのは、はいはいはい、あの人が一番普通なんです、うん、そうですよね、そうですよね、はい、分かる分かる。あの人が一番ニュートラル、ニュートラルな人、そこまで、いい意味でも悪い意味でも、思慮深さはそんなにないというか、自分に降りかかる出来事とか、うん、それは些細なことだったりとかに関して、うんうん、そこまで引っかかりを持たない人、いわゆるすごく多分すごく幸せな人というか、はい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 、めんどくさく、あまり実はあまりめんどくさくない人というか、っていう存在を一個作らないと、はい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 、他ちょっとウィットに飛びすぎてる人たちが出てるんで、そうですよね、なんかそういう役割だったら一番辛い目がありましたね。なんか僕的にはその旬がね、一番わからないことはないんですよ、うん、ずっと気づってるという意味でね、はい、全然わからないことはないんだけど、こいつどの時点で転換したのっていうのがすごいわかりにくい人だなと思って、うん、結局最後の最後まではずっと一定なんですよ彼、うん、ずっと後ろ向きなんですよ、はい、でただ夏子とおる時だけちょっと跳ねてるかなぐらいのところで、でも本人多分その跳ねてることも意識してないぐらいのところなんやろうなと思って、はい、まあ、だからこそラストシーンにつながっていくって話には多分なっていくんやろうなと思うんですけど、はい、すごいね、なんかこの今日公開される映画を3人でめっちゃ語ってるよね。そうですね、この後上映ですかね。ねえ、この後上映ですよ皆さん
まあこれを見られる時はもう上映は終わってるんですけどね。はいはいはい。そのドキドキの中で僕がいろいろとボールを投げてるんで、結構これあのすごい瞬間を撮ってると思っててください確かに。ものすごい。なかなかないですね。そうでしょ。直前はないな。直前は大体取材入んないから、ね。いやいや、でも受けてくれたのはあの片山さんですからね。いや、だからここの経緯で言ってもね、ツイッターであの僕が上げてるやつにあのいいねを入れてくれて、あ監督の片山さんがいいねしてくれたって俺が入れたら、そこへあの、ね、あのリプくれたんで、そこからちょっと聞きたいんですけど。いやあの津田ちゃんと石田さんが出てらしたやつをこう早速上がってきたんですけど、こうずっと見てたら、はい、いやあ面白いなと思って、やっぱ嬉しいじゃない、嬉しいし感謝なので、はい、なんかそしたら回だったので、あなんかありがとうございますいやいやとんでもないです、僕もあのお時間取っていただいてありがとうございますって感じですけど、でもそろそろちょっと聞いてもいいですか、あの、はい、多分どうあのそんなにあれじゃないよって言ってはったんですけど、あそうです、ね、あの僕があの番組内でねあの言ってたんですよ、あ、はい、見てます、あの夏子の名前の由来っていうのが、はい、あの瞬間でもあの、はるかちゃんと、うん、あの石田亮さんは、はい、あの2人ともうわサブイボーとかって言ってるぐらい、はいはい、あのちょっと一瞬びっくりしてはったんですけど、はい、僕はあの冬に撮影してて夏子で、で自分を表に出せない、その自分の本当の姿というか、その人から思われる自分に翻弄されてるということだから、あの真逆のことをやってるっていう存在としての、冬に撮影してる夏子、冬のシーンの夏子ってことは反対っていう意味なんかなっていうふうにあの番組では言わせてもらってたんですけど、真相はどうなんですか。安楽知らないよね。僕全く知らないです。あ本当知らない、全く聞いて、まあ、あまり言わないですけど、はい、すごい単純ですけど、はい、多分あの夏子という子は、うん、夏らへんに生まれていて、うん、夏子という名前を付けられていて、はい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 、だからこそああいう笑顔が求められてしまったりとか、だから名前に罪はないんですけど、うんうん、そういうところにも縛られていて、なるほどっていう名前通りの名たるを表すみたいな、なんかそうです、ね、そういうなんか固定概念みたいなっていうものに勝手に縛られてるっていう、はいはいはい、わ面白い、なんかそれ面白い面白い、だから夏子って、あ、あとはまあ劇中には一言出てこないけど、うんうん、いやなっちゃんって呼ばれやすそうな感じ、あはい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 、なるほどなるほどなるほど、そのはいはいはい、なっちゃんって夏子って名前本当その通りだよねって言われてしまったりとか、はいはいはい、そういう過去がありそうだなと思って、なるほどな、あの俺があの、日浦明宏であの明るい大きいって書くんで、明るくて大きくて本当にその通りですねってよく言われるんですけど、はい、それとよく似てるから確かにそういうことですね全然俺結構暗いとこあんねんけど俺と思いながら、いやいやいや、だからそれを勝手に自分でそうやって言われてしまうから、自分でもそこで当たり前を作り上げてるというか、はいはいはい、いやいやいや、なるほどなるほど、そういうことか、なるほどな、いやでもガテン来ましたね、それはね、すごいね、はい、いやいやいや、ちなみにシュンは僕の友達がモデルだからシュンあんまり意味ない、まああのよくありますよね、そういうのね、まあそうですね、あの知り合いの名前をそのまま借りてきたり、あれちょっと文字って借りてくるとかね、僕よくやるので、はい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 、ありがちありがち、はい、そうですね、ちょっとビッチな女が出てくると毎回同じ名前なんですマジっすかマジっすかあ、そう、うわ、まあ、それちょっと片山さんの作品見るのが楽しみになってきた、ね、いやそうっすビッチで探したくなってきたでもその子に全部断ってるのでえ、それ本当にその子の名前なんですよね、そうです、友達の、そうです、あ、なるほどなるほど、私、はい、明るいビッチなんでっていう子なんで、あー、うーん、大手みたいな総合、いやいやいやごめんなさい、なるほど、汚い言葉使ってすみませんはい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 、いやいやいや、はいはいはい、まあでもあの何でしょうね、その僕すごい最初から言ってるように、そのまずその絵がね、あのこの界隈じゃないですか、はい、だから確実に元町界隈の人が見た時に、うん、あのドーンってくると思うんですよ、で、うん、
で、じゃあ知らない人が見たら、この、元町界隈知らない人が見たらどうかと思ったら、多分ね、ノスタルジックなあの雰囲気を持ってるその絵作りをされてるので、うん、あの別に元町って分からなかったとしても、知らなかったとしても、あのそれぞれの、ノスタルジーを持つ商店街だったり地元だったりみたいなのと重ね合わせて見れるような作りにはなってるなと思うんですよね。だから見る人が見たらもあそこって分かるんだけど、だってあの商店街でしょ、商店街しかもその空いてる瞬間撮れてないやん、ほとんど夜やんか。そうっす、それはそうっす、でしょでしょ、だからシャッター街みたいな感じで、あのいろんな商店街あるじゃないですか、あそこちゃんとかで勝手になんか若い者の方でも言うてそうやん、なんか確かに元町って言うてへんから分かれへんっていう世界の、うん、可能性はあるんですよ、ね、ああなるほど、だからそういう意味では元町発信で元町で撮った映画やけど、それぞれのこれからね、あの外へ売っていくときにそれぞれの町であなたのノスタルジックなその鑑賞をこの映画に投影してくださいって言ったら、いろんなところで見てもらえる可能性が高いと思うんですよ。だってあの言ってることは普遍的なことだから、はい、そうですね、そうでしょ、だから生きていく上で普遍的なことをテーマにしているから、うん、でしかも普遍的な街並みっていうことで言うと、まあもちろんその花熊公園はあそこにしかないんですけど、多分きっと日本中探したら似たような公園ありますから、まあそうで街並みも多分似たような街並み、高架沿いの街並みとかであると思うんで、まあ、そういうところで見た時には多分、あなんかうち似てるねみたいな感じで感情移入してくれる人たちってたくさんいると思うんですよ。だからあの元町発信かもしれないですけど、あの多分あの全国持って行ってもあの親しまれる映画になるんじゃないかなって僕も勝手に思ってるんですけど、はい、そうですね、もうなんか僕ご当地映画っていうものはそんな見たことないんですけど、なんかその話をよく取材で言われるんですけど、ご当地映画とは違うものだって言われるんですけど、はいはいはい、そもそもご当地映画の感覚もないからですよ、ね、なんかこれ例えば今すごい元町来てるし、うん、すごい好きな町だけど、うん、元町でどこが有名な場所かも一つも知らないし、未だに、うんうん、そこに別に興味がないし別に元町が好きっていうより元町にいる人がたまたま好きになって仲良くなって友達になって映画撮りたい、撮ってくださいっていう話をされたから、あ普通に撮りたいですという感じで撮ったんで、なんか本当に片山さんが書いてくれたやつも本当にさっき言ってくれたようなテーマが普遍性というか、もうどこにでもある話ではあるので、そのどこの町でもあり得る話ではあるので、この町だから起きたことではない。そうですよね、はいはい、だからなんかそうですね、どこの町でも特別、うん、やっぱりここの町で見たらそれは特別なものになるかもしれないけど、そう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 、いやでね、あのその自分の中のスペシャリティを見つけやすい映画だと僕は思うんですよ、うん、そういう意味で、あのね、なんて言ったらいいかな、あの例えばほら絵描くときにあのバッグにいろんなごちゃごちゃしたなんかスペシャリティのあるものをいっぱい並べたときにはそれってもうそこにしか成立しないものがあるでしょ。でもあの白バッグにポツンと何かがあるような絵になったらどこにでも飾れるんだけど、その絵の中に感情移入する人にとってはすごいスペシャリティのある絵になってくるんですよ。絵画ってそういうもんじゃないですか。例えば睡蓮とかつってね、あんな睡蓮の、あの絵画あのその場所ってあのあそこにしかないのかって言ったら、そんなことなくて日本にもあったりとかするんですよね。あの睡蓮の池とか言ってあの日本中何箇所かあるから、うん、だから、うんうんうん、あのそういう人たちにとってはそういうスペシャリティを勝手に思い入れを持ってしまう絵になっていくんですよね。うちの家に近いによう似てんねんあれとか、だからそういう感情移入の仕方も多分できる映画なんじゃないかなって、まあその狙いはなかったでしょうね、結果的にそういう映画になってるんちゃうかなって。そう、結果的に今日以降だからどういう結果が待ってんだろうと思ってますよね。それはそうね、ね、ちょっとよくわからない、ね、うん、あのどんな反応が来るのかすごい楽しみですよね。めちゃめちゃ楽しみ。だからあの、まあ、今日から元町なんですけど、その後9月の、10日11日から、ね、京都と、大阪、まあ、シネヌーボーとかでされますから、そういうその地元じゃないところ、まあ、まあ近いけどでも京都は結構離れてるし、うん、
だからそういうところで見られた時にどういう反応が返ってくるのかっていうのすごい楽しみですよ。そうですね。自分たちも東京でもあるから。そうですよね。東京で、まあ、全然まだ決まってるものじゃないから、うんうんうん、決まってないんですけど、はいはいはい、全然時期も何も決まってないんだけど、うん、東京でやった時が来たとしたら、うんうん、東京ってどう思うんだろうなと思いますね。いやでもね、僕ね一つだけ面白いなと思ったのは、今の、 あの制作工程で聞いてて思ったのは、これね、関西弁のネイティブの人が脚本書いてたらあの展開になってないんですよ。ああそう、あのね、関西弁の独特なノリってあるんで、うん、そのノリの流れでもし本書いてたら、なってないと思うんですよ。でも最初だから要は関西弁で書いてないじゃないですか。書いてないです。でそれを後で関西弁に直してるっていう形になってるから、リズムはね、関東リズムなんですよ。へえ、そうなんだ。だから僕らから見たら新鮮になるんですよ。へえ、おもろいですね。どんな話になりがちなんですか。わかんないですけど。いやだからいらんしょうもないギャグとかをちょっと小ネタで入れてそれを転換してしまったりとかっていうのもやる人もいるし、なんか随所にそういうなんか笑いを閉じ込めようってしてみたりとかっていうのはある可能性はあるんで。だってさっきも言ったように、何気ない言葉が転換の言葉になったりとかするっていうのが関西弁なんで、別に本人たち意識してなくても、これ使ったら転換になるやんみたいなんで、それを転換にしてしまうみたいなのは多分関西弁のリズムとしてはあるんですよ。ただこの映画はそういう作りはしてない。そうか、会話劇自体もそうか。そうでしょ。そもそも標準語で書いたものだから、うん、会話の仕方が完全に関東寄りを勝手に関西弁にしてるってことですね。そうです、うん、だから多分関西弁やったら違う展開になってる可能性もあるし、いやでもだからといって不自然に見えるかというと、そんなことないですよ。ああ全然不自然ではないです、うん、はい、大丈夫です、皆さん不自然ではないです。入ってますよ。そうそう、こういうのが入るんですよ。あー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 って言うんですね。まあなんか変な説得力を生んでしまったんですけど。はい、なんかその、あ、いいですか。いいですよ、いいですよ。僕福井県出身なんですよ。あ、福井、あ、あ、サバエやったっけ。僕サバエなんですけど、多分安楽は西葛西って東京の江戸川区の出身なので、多分ご当地映画の考え方全然違うんですよ。あ、なるほど、なるほど。そう、なんか、いや、まあ、福井のご当地映画もめちゃめちゃいっぱいあって、はい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 、僕はどちらかというと結構苦手なんですけど、うん、なんかその苦手っていうか僕は撮れないなってこう思うんですけど、はい、なんか僕はもともと福井の人間だし、うん、やっぱどうしても福井の良さを外に出そうと思った時に、うん、ランドマークとか、はい、それこそその観光地だったりとか、はいはいはい、そういうところをこうどうしても映そうとしてしまう、うん、そうですよね、うん、ですよね。ご当地映画っていうとね、はい、そうけど日浦さんおっしゃった通りで、うん、おっしゃった通りというかどこにでもあるんですよね、うんうん、その観光地っていうのは 実はどこにでもあって、でだからなんか僕なりの福井の考え方ですけど、うん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 、その良さはもっと違うところにあるんじゃないのかなって、うん、思うわけなんですよね、うんうん、もちろん町は好きだし、うん、けど安楽も元町に関してすごい言ってくれることがありますけど、うん、やっぱり人が好きなんですよね。はい、はい、そうだからその僕よく福井でも映画を撮るんですけど、うん、まあ一切福井であるべき要素はないんですけど、うん、けどだから福井であるべき要素があって、うん、そのだから元町で撮るってなった時に、うん、僕、まあ、本最初に書かせてもらって、はい、別にその元町らしさとかではなくて、うん、元町の人の話を書きたいなって、うん、それ元町の人たちが好きだからなんですけど、はいはい、ってなるとその人たちが見てる景色を切り取らなきゃいけないっていう、うんうん、その人たちの目線で、うん、広がっていく映画を撮らなきゃいけない
それは何でかっていうと、そこに多分良さがあるっていう、はい、そこ目線で物語を見た時のにやっぱり最終的に落ちてくるのは元町らしさだと僕は思っていて、だから元町の人たちもたくさん出てもらったし、たくさん協力もしてもらったし、そうすることで多分 どこかしらに多分元町らしさは出ていて、なんかそこが感じれる映画になったらいいなっていう、これは多分僕もと、まあ、東京ってちょっとなんか分かんない特殊な何かがあって、これはでも東京出身にはまた別の意見があるとは思うんですけど、はい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 、やっぱりなんか東京ってちょっと僕の中ではまだ違うんであれなんですけど、別に差別とかでは全然ないんですけど、なんか良さを、その町の良さを出すにはその町に住んでる人しか絶対わからないって、そうですね、そうですね、思ってるので、その町だからこそ起こる話は絶対書かないし、その町でもどこでも起こるんですけど、その人たちが住んでる目線で描くことで、その町らしさはきっとどこかしらに出てくるんじゃなかろうかっていう、なんかそういうのが僕はすごく強かったですかね、それね、僕ね思ったのはね、カメラワークに出てへんかなと思うんですよ今回。あれわざと結構あの手持ちで揺らしてません？あれわざとではない？手持ちはそうですね。そうですよね。だから、あの、だからその主人公たちが街を歩くときに、まあまあ手持ちでそのまま持っていくみたいな感じでやってるじゃないですか、だから結局視点がその主人公たちの視点でずっとあのそのアングルが展開していく形になってるじゃないですか、で何やったらあの後ろから追っかけてるとかで、それでわざと揺らしてたりとかするから、あのもう言ったらその街の中にあの観客たちも入ってるっていう状態でずっと行くんですよね。だけど、どっか場所に入ったら、まあ、当然固定されたり、まあまあ、 あの振りがある時は手持ちかもしれへんけど、あのだからその辺の、なんていうんですかね、あのカメラワークのコントラストみたいなのがあの非常に面白かったなと思いました。あれ多分ね、ちっちゃい画面で見てたら読むんですよ、あれ、大画面で見たら大丈夫なんですけど、画面ちっちゃくなったらめっちゃ揺れてるやんこれみたいになるんですよ。でも映画館のスクリーンで見たらあの全然そんな感じではない、逆にあの臨場感としてそれが捉えられるみたいな作りになってるなと思って見てますけどね、うん、それすごい、そういうまあまあ狙ってんのか狙ってないのかわかんないですけど、そういう今の話聞いて僕はそう思いましたね、うん、やっぱ手持ちかフィックスかっていうのはすごく考えるところがある、うんうん、ですよね、まあまあ、もちろん予算的なこともあるから、うん、そのままついていくのをやろうと思ったらあのいろいろと機材用意せなくなかったりとかもあるとは思うんですけど、でもやっぱあの、ついてく流れの中で手持ちで揺らしてるっていうのはそういう効果を生んでるんだろうなと思いましたね、うんうんうん、その辺はどうですか、なんか狙ってるとか狙ってないとか。手持ちとフィックスはまあ狙ってますね。ですよね、ですよね、うんうん、めちゃくちゃ狙ってます。だから、うん、あのラストに行けば行くほどフィックスになっていくんで、あのあんまりその揺らさず、うん、その登場人物たちの心理描写というか、あのその芝居というかそこで起こるドラマに集中するようになってんやろうなと思って見てたんですけど、でも本当人物に寄り添うためのカメラを考えたゆえだと思います、二人で。そうですよね、うん、まあ、結局だから街で撮ってるけど、うん、その夏子だったり旬を撮ろうとしてるだけで、そうですね、シンプルに言うと、うん、そこでたまたまあるのが元町なんです。そうだから絵がね、背景結果的にそうなってて、だから撮ろうと思ったものって多分旬と夏子の物語を伝えるために、僕らが映画として見せるために選ぶ撮り方はどれだっていうのを2人で多分話し合ってずっと撮ってた感じなんで、だから多分手持ちフィックスはすごいずっと話し合って、うんうんうん、撮影中もずっと話し合って、やっぱここはフィックスなんじゃないかとか、そういうのはやっぱずっとあったですね。いやだからその どう伝わるかっていうところではあるけれども、そこですごい大事ですもんね、うん、やっぱり、うん、一番だから、我々制作者があの観客に何を伝えたいかっていうところを伝えるためには、そういう部分ってすごい大事ですよね。アングル一つ取ってもそうだし、そうです ね、その背中取ってんのか、あの顔取ってんのかでも全然表情違ってくるから、ね、ですね。そうです。だからたまにあの画面に向かってあの
せっかく役者がめっちゃ力入れて多分これやったやろうなっていう最後振り絞るように言ったセリフを背中から取ってた時にアホ顔映したれって言ってたまに怒ることあるんですか顔映したれお前これ今お前めっちゃサブ思いしてそこ立っとんのにってそれ背中ってどういうことやねんちぎれてんなとか言う時もたまにありますはい、いやいやいや、まあまあ、そろそろちょっとまとめに入ろうかなと思うんですけど、はい、だいぶあのこのまま喋っててもええねんけどあのそうなるとあのお二人もねいろいろと上映があるそうそうそう上映があるんで、はい、そろそろまとめに入りたいなと好きなセリフは何ですか。ああ来た出たその質問あいやでもあれかな、いいところあの何だけど旬があの港のところであの夏子に言い放つあの、笑うって当たり前ですか、ね、ああそうなんだ、あれがでも言ったらキーポイントになってるでしょ、一つ目のキーになってるでしょ、だからあの二人の出会いの中でね、うん、かなとは思ってますけどね。なるほどいやあの今日聞きたかっただけなんですか。好きなセリフ難しいな、俺これ言っていいのか分かんないけど夏子のそれ野球ボールなんですか。あ、あれね、あれいいよね。いや野球好きなんですか、ね。野球好きなんですか。野球好きなんですか。あれめちゃくちゃ好き。あれいいよね。あ、それそれだからあれでしょ。そのセリフの、ま、前のセリフでしょ。はいはいはい。いやあれほっこりするんだよ。あれすごいいいよね。あのどうでもいい質問っていうね。本当になんか出ちゃった感じがいいですね。いやいいよね。あれいいセリフだよな。そう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 。あのね、僕ねあの全然話変えますよ。あのまとめようとしてるのに変えますけど、はい、あの僕スタートレック大好きなんですよ。スタートレック、スタートレック、あの SF のスタートレック、 SF のスタートレックで、スタートレックシリーズで、あの、新スタートレックって言って、あのピカード艦長ってツルパゲの、 あの、パトリック・スチュアートっていう人がやってる、あの X-Men とかの、うん、あの何やったっけ、あの X-Men とか出てたあのツルパゲのおじいちゃんなんですけどね、はいはい、であの人がやってやっぱり一番いいなと思うのかな、レッカーからいろんな話をしてるんですけど、その中にあの無駄話っていうのがあるんですよ。で無駄話、あの無駄、彼は無駄話の天才だから、無駄話を覚えたいなら彼にあの学ぶといいよって言って、何の無駄話かなって言ったら天気の話だねまさにあの野球のボールを見て野球好きなんですかって聞くとか、はい、そういうのは全部無駄話なんですよ。無駄話あの外国人とかアメリカ人でしたどうでもいい話ってことらしいです。いい無駄話なんですよね。そう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 、きっかけでだから天気の話ね、うん、いいよな。あの稽古場であの芝居の稽古してて、一、はいはい、人見てた子が、うん、はい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 って寄ってくるのすげえ好きなの。何やりゃ稽古って、稽古止めに来るんですけど、止めて演出家みたいな感じの男の子が入ってくる。あれすごい好きなんだよ。なるほどなるほど、はいはいはい、あの稽古場のとこね、そうはいはいはい、稽古のシーンね、はいはい、すごい好き。あの関西人の入り方ね、はい、そういうことだなあれ関西人やもんね、多分そういうことやと思うんですよ。リアルな関西人の入り方やと思うあのなんかちょっと漫才チックな感じ、ね、そうですね、そう、どうも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 みたいな、そんなノリでとりあえずバッと終わったらちょっといいみたいなマジでそのノリだったな確かにいろんな要素がね、この真っ裸には入ってるので、はい、ぜひですね、まだ見てない方はね、そうですね、はい、まあ、多分見た人も見ると思うんですけどこれ、はい、見た人も見ていただいてるとは思うんで、見た人が僕らの話してる内容はものすごくよくわかると思うので、うん、あそこのことか、あ、わかるわかるみたいな話があの展開するんじゃないかなと思いますし、見てない人にとっては何のことやろうと思うかもしれないけど、それを手がかりに映画見てもらうともっと楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますので、はい、じゃあ最後に、お二人一人ずつから、ご覧になっていただいている皆さんに一言おっしゃっていただけますか。はい、はい、今日話したようなことにもなってはしまうんですけど、もう一度なんかどこの街
ここで撮る意味はものすごく僕の中にはあったんですけど、元町で映画を撮るっていうことに意味はすごくあったんですけど、それってただ人がたまたま僕は好きになって、この町の人が好きになって撮りたい町だって思えた町だったから撮ってるんですけど、だからなんでしょう、これが京都だったかもしれないし、公開する大阪だったかもしれないし、東京でそれが起きてたら東京で俺はこの映画撮ってるかもしれないし、ただテーマは全然本当に僕らがいつも今片山さんが脚本書いてきた、初め書いてきたものからテーマはやっぱり変わってなくて、当たり前の世界、当たり前がなくなった世界が今があって、なんかそれってなんだろう、普遍性というか、どこに誰にでも今感じてることだと思うから、コロナ禍で。だからなんかすごい、なんだろう、もう当たり前なんていうことを考えないでバグってきてるから今コロナ禍で、もう当たり前のようになくな、当たり前がなくなっていく世界だから、なんかでももっと大事なことって多分身近にあって、それを描こうと、僕らはこの街で描こうと思って、この街の人たちが好きだから、だからそれを描こうと思って撮ったんで、今すごいなんかいろんな感情を渦巻いてる人に見てほしいなと思ってます。なんか別に苦しくなくてもいいし、苦しい何かに人と対して苦しく思ってる人だったりでもいいし、もう誰に向けたっていうよりは、うん、一人一人のどっかにある話だと思って撮ってるので、誰かにどの層に見てほしいとかもないですし、だからシンプルに見に来て僕らの映画に出会ってほしいと思ってます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。多分あれですよね、なんか何にもない人ほど何か気づくかもしれない。ああ、それもあるかもしれないですもんね。なんか渦巻いてるとかそんなんじゃなくて、普通になんか、うん、へーっていう感じで見に来た人ほど、この映画のある意味トラップに引っかかってくれるかもしれないですね。可能性あるっすね。ね、うん、はい。じゃあ片山さん今度ほとんど言ってんだよな。ああ、そうそうね、そうね、言っちゃってるよね。先に言う感じになったから。いや、俺喋ってたらあと5倍は喋ってた。危険なんですよ。そうなんや。なんかそうですね。僕映画を撮り始めたのが4年ぐらい前なんですけど。おお、はいはい。なのでまだ全然時が経ってなくて、でも映画を撮ったから元町映画館っていうところに来れて。でその映画を撮ったから、まあ、安楽と一緒に映画をやっているから元町の人たちにも出会えて、こんな元町に通うことになる人生なんて思ってもなかったので、だからやっぱ映画がなきゃ撮っていない作品だと僕は思うので、そういう意味では僕自身も映画に救われてる部分もいっぱいありますし、だからすごく大事な作品でもありますし、なんかそうですね、だからこそ何て言うんですか、その僕はずっと人を描きたくて、なんか物語っていうよりはもちろん物語を描くんですけど、やっぱり人が大事で、ですごく面倒くさい人がいっぱい出てくるんですけど、なんか人って愛おしいなって思ってほしくて、なんかそういうのってすごい根本として大事な気がしていて、やっぱり大変な世の中だから、どうしても人の文句を言いたくなってしまったりとか、人の考え方をまあ軽視したり否定したり、しかも簡単にできてしまう、知らない人の意見すら簡単に否定できてしまうからこそ、なんかやっぱりどんだけ面倒くさいやつでも友達は友達だし、なんか愛おしく、人を愛おしく思える映画なんじゃないかなって僕はそう願いたいので、なんかそう思ってくださったらすごく嬉しいなって思ってます。ぜひよろしくお願いします。あじゃあ最後その勢いでまとめようとするところがね、癖やね。でもね、今の最後の、そのどんな面倒くさいやつでもその愛おしいっていうのを聞いて、あ、やっぱり吉田を描いた人やなと思いましたね。
だから面倒くさい旬を一生懸命こう、なんやねんお前ってそんなん普通やったら言わないじゃないですか。でも言うから目立ってるんですよそういうことやと思うんですよ ね、うん、ぶっ飛ばしたりねいろいろするっていうのはそう面倒くさいけど友達やもんしゃあないやんと思って付き合ってるみたいなところがにじみ出てるっていうことなんじゃないか。でそういう意味で言ったらある意味その片山さんを投影してるキャラなんかもしれない気はしますけど。でも結局そんな僕の面倒くささをちゃんと否定してくれたから多分できた話なんで、うん、あなるほどなるほどなるほどね。だから、はいはい、まあここ年はあれですけど、うん、別に友達なんでやっぱ全部僕のことをある程度、うん、ある程度というかもうほぼほぼ多分知れてる、絶対人に見せない部分も知ってるし、うん、逆に僕も多分安楽のあんまり人に見せない、はいはい、多分同級生の友達には見せない、あそうですね、という年上の友達として見せてる部分もいっぱい多分知ってますし、なんかそんな中で多分言うことをすごく躊躇したんだと思うんですけど、うん、やっぱ、まあ、安楽もなんかいろんなところで言ってくれてますけど、うん、脚本には僕の気持ちが投影されまくってるので、うん、それを否定するってことは僕の価値観を否定することかもしれないっていうのは、あなるほど、それは安楽がすごく言ってくれてることでもある、うんうんうん、でもそれをあえて否定してくれたことでこの話、まあ、吉田というキャラクターだったりとか、でも吉田が生まれたことで絶対良くなったので、それはまあ、僕その前を知らないんでどう良くなったかは分からないですけど、でも彼の存在っていうのは確かにまあ一番オーラスのオーラスでもね、非常に重要な役をしているので、はい、なので言わないですよ、何が起こるかは言わないけどなんか起こるって言ってるようなもんじゃないですか何が起こるか、これが関西なんですよ、わかります、あの花木京がここには誰もおれへんでって言ってね、誰か隠れてるところこうやってこう両手で隠そうとおるやんそこにっていうのがみんな分かってドッカンで笑うっていうね、そういう狙いですね、はい、だから最後まで見ろよっていう話です、ね、はい、そういうことです、上手に、そういうことでございます、そういうことでございます、はい、という、真っ裸ですので、はい、はい、ぜひですね、いろんな期待を込めて、いろんな期待を込めて、ね、見ていただければと思います。はい、はい、ではお二人、これから初日、よろしくお願いします。はい、頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。